で、タクティカルエンターティナーとあってですね、はい、今度は下側ですね、はい、戦術的なエンターティナーだと。他のアーティザンたちはエンターテイメントの作品を即興で作りたいという魅力に惹かれ、これらの友好的で情報提供型のエンターティナーは ESFP ですね、うんうん、見つけた材料を簡単に活用して即興で行動し、その場でアイデアを思いついたり臨機応変に対応したりして物事を進めます。彼らは他人と自分の創作物を共有することに遠慮せず、自分の行動を支持することよりも快適です。これがちょっと訳が変ですいません。オペレーターと同様にエンターティナーは周囲の感覚的な詳細をすべて気づき、即座に反応し、何かをその場で適用させる戦術的能力を持っています。彼らは手元にあるそのまま活用し、現在の芸術的な意図に合わせて即座に行動する方法を見つけ出すことができます。事前の計画なしでこれを行うことができるんだと。言い換えれば、彼らのスタイルは事前に構築するのではなく、目の前で何かをインプロビジング、即興で建設することであり、突然設計し何かを考察することではないと。設計してその場だけって感じなんですね多分、まあ、そこでやるってことじゃないですか。で、後で考察っていうことではないと、うん、後者はエンジニアリングと呼ばれ、 SP 戦術的知識ではなく NT 戦略的知識を必要とする活動です。ただし即興とエンジニアリングは両方とも建設の方法である点で似ていると。ただしエンターティナーは実際に存在し、直ちに利用可能な材料の断片を創造的に使用し、エンジニアは設計通りにシステムが作動する必要な部品を創造し構築しますと。エンターティナーは表現的なパフォーマー、または控えめなコンポーザーのいずれかの役割で芸術作品を作り出しますと、うん、なるほど。自分はなんか ESFP って思ってた時があるんですけど、はいはい、全くいないです、はいはい、SP っぽくないですもんね、うん、そういった意味でもなんかタイプがないとか言ったりしますが、まあ、パフォーマーっていう言葉にじゃないですか、エンターティナーとかね、はいはいはい、その言葉に惹かれたのかもしれません、うん、でもなんかまあウェブでちょいちょいってやるじゃないですか、はいはいはい、だいたい ESFP になるんですよ、はい、でもこれを見ると、うん、いやって、はいはい、人を喜ばされたり笑わせたりする主眼はそこだなのかなってっていう部分があるからそこを掴んでる、あっていう部分は、はい、かもしれないですね、うんうん、はい、っていうのを多分やってるから、はい、自然と考えてやると、うん、ESFP になるけど、はい、違うよって。でも、まあ、なんて言うんでしょう、はい、今の僕って、いや今の僕というか、まあ、人間って、はい、このタイプがあるんだとしても、はい、考えて動くじゃないですか、はい、で自分が得になるように動くじゃないですか、はいはい、それでなんか楽なポジションがそこだとすると、はい、そういう風になっちゃいますもんね、はい、あ今言ってること伝わってますかねまあでもそれがタイプとも言えるのかなとは思いますけどね。あーカーシー的にはそんな感じじゃないですか。行動で見るとね、行動で見るツールだと。でも何を使ってどんな言葉を発してるか、この子も見てよですよ、 Please understand me ですよ、はい、でそっちが強いって話じゃないですか。しっくりそっちの方がしっくりきてるって話ですよね。あ、嘘ですね、じゃあこれはね。で それもないわけではないけどっていう、でもなんかそっちの方が強いのかなっていう、うん、っていう笑わせたりみたいなのもないわけではないけど、ないわけで、うん、そうですね、はい。でパフォーマーは ESFP ですね。他人の前で即興演技を行い、そのために実演、展示、披露、提示、舞台装置、演技みたいな自分の芸術的なスキルを見せることに優れていますと。他人が楽しんで見るためのショーを行うことは非常に欲求の高いタスクですと。もちろん優れたアーティザンの俳優、歌手、ダンサー、コメディアンが最も顕著なパフォーマーの例ですと。しかしこれら社交的なエンターティナーはより魅力的でない職業、まあ、例えば、小売業とか不動産とか、まあ、目立たないって意味ですかね、うん、教育とか広報などでも優れており、観客を巧みに扱うことで、うん、まあ、そういう面で発揮されると、うん、で
コンポーザーは他人のためにショーを演じるのではなく、楽しい作品を創作するために才能を活用しますと。しばしば一人で作業し、控えめなエンターティナーはアレンジ、組み合わせ、グループ化、混合などを行い、部分や成分を見つけてそれらを楽しい形に組み合わせることで即興のスキルを活用しますと。この合成プロセスでの優れた才能の最も明白な例はいくつかの偉大な音楽の作曲家ですと。しかし熟練したコンポーザーは美的な努力全般で優れており、絵画振り付け、映画の監督、小説の執筆、料理、ファッションデザイン、インテリアデザイン、造園、香水の調合とか、視覚、音、味みたいなものを注意深く組み合わせる必要のある職業で成功していますと、うんうん、なるほど、はい、おめでとうコンポーザーさん書いてありましたよかったです。音楽だけじゃなかった、音楽だけじゃない、はいはい、あ、これはなんかシンセサイジング、組み合わせる人、取りまとめる人と訳してますと。で、戦術的な役割バリエーションの比較とあって、コンプレイニングザタクティカルルールバリアンツ、すべてのアーティザン、すべての SP はこれら4つの役割を上手に演じますが、もう1個のやつを出してもらってもいいですか、はい、こちらですね、はい、なんで今コンポーザー、プロモーター、クラフター、パフォーマーと4つ挙げたんですけど、 SP 皆さんがそれがあると、はい、うん、ただすべてのアーティザンは役割を上手に演じるが、彼らはすべて同じスキルで演じるわけではないと。この SP 同士、アーティザン同士を区別するのは彼らの知的構造、つまり戦術的な役割のプロファイルですと。例えば一部のオペレーターは事業のプロモーターとして優れている一方、他の人は機器を操作するクラフターとして優れていますと。説得力と機器操作のスキルはしばしば手を組んで行われますが、それでもなお差異があります。同様に一部のエンターティナーはショーを開催するパフォーマーとして優れている一方、他の作品のコンポーザーとしても優れています。また逆にパフォーマーは作曲に成功することも多く、コンポーザーは自分の作品を非常に優れた演技で演奏することが多いと。おっしゃる通りですよね、うん、このアーティザンの間で戦術的な発展の可能性における違いをより明確に把握するため、まあ、このチャートがあります。はい。で、まあ、注意すべきは、プロモーター ESTP とコンポーザーが対照的な存在であると同様に、はい、クラフターとパフォーマーも対照的な存在です、うん、したがってプロモーターは通常自分の事業を宣伝し話す準備ができており、その一方で芸術的作品を制作することにはあまり傾向がない、ありませんと。これに対しコンポーザーはエンターテイニングな作品を創作しエネルギーを増していくことが多いでしょうが、事業を宣伝することは難しいかもしれませんと。同様にクラフターは様々な機械を運転することに対して非常に意欲的ですが、パフォーマンスを行うことにあまり意欲がないと、うん、YouTube 出てくれてありがとうございます、はい、パフォーマンスしてないですからね数、はい、数ですか、はいはい、そして最後にパフォーマーはあらゆる種類のショーを行うのに最適ですが、道具を操作することにおいては最も優れたわけではありませんと。しかし優れた点と改善の余地がある点には関係なく、アーティザンは他のタイプの戦略的、物流的、外交的な役割よりもこの4つの役割を実践し発展させる傾向があると。なんで外交よりも得意ってことなんですね、まあ、そう、これ SP タイプの中では苦手だけど、はい、全部で見ればまあまあできるみたいなところじゃないですか、人たちってことですね、はい、ということが書いてあります、はいはい、いかがですか。この隊長はじめカーシー2でも、はいはい、IXTEX になったじゃないですか、 P ですよ、あ P でしたっけ、 P はまあダントツ P だった、あ、なるほど、はい、で N か S か、 N か S かだったんですけど、はい、ISTP だ、まあ、NT よりは SP かなとは思います。なるほど、はい、読んでても、読んでてもそんな感じはしますよね、はい、
NT ほどそこまで仕組みにはこだわらないけど、道具をどう使うのかはすごくこだわるというか、あでそこに一貫性がないと嫌だ、はい、っていう感じでもない、そのまあ要は道具なので、はい、これをこうしたらこうなるっていうのが知りたいわけじゃないですか、はい、で本当の内部までは知らなくても、これを押したらこうなるっていうのさえ分かればいいの でそれを全部知りたいみたいな、これをこっちに回すと何が動くみたいなのが分かればいいみたいな、全く興味ないです、はいはいはい、カーシーは E と I を最も小さいと考えているようですね、うん、そうですね、あというのはあの MBTI だと、はい、なんかついで紹介したのが、はい、主機能が何か、はいはいはい、だったんですよ、はい、なんで E 同士だったんですよ、はい、E 同士 I 同士、はい、だったんですけど、これだと全く違う、 E と I ですもんね、 T ですよね、 T か F かで分かれてるって話ですよね、今見てもいいですか、あはい、上と下ですよね、あそうですね、はい、あそうですね、はい、まあ、そっちの方がまあしっくりくると言われるとなんかまあ、うんうんうん、しっくりくる感じはありますけどね、うん、こう見ると ISXP は裏方とかサポーター寄りのイメージがありますね。でもまあ出てもできるよって話ですもんね。SP、まあ楽しみ、まあ楽しんでやってるよって話ですよね。音楽活動楽しんで作曲してるよみたいな話じゃないですか。世の ISFP の人とか、はい、ちゃんと芸術してますかね。芸術してるかどうかは分かんないですけど、でもなんかそういう合成みたいな話ですよね。いろんな周りにあるいろんなものを持ってきてなんかいいものを作るみたいな。あそっか、でもそれってプロモーションじゃないですか。あまあちょっと遠いかもしれないけど、やっぱり SP の中には、はい、なんて言うんだろう、まあそういうのがうまくできる成分があるんだなと思って、はい、まあ、そこに意識が向いてるって話じゃないですか。小説とかも、はい、なんか世の中にある情報をこうまとめてなんか人々が喜びそうなものを作るとか、まあ音楽とかもそういう感じですよねっていう感じなんじゃないですか。そういう合成なんじゃないですか。で基本はこう人々を喜ばせるみたいな話じゃないですか。人々が快適になるとかなんかそういう感じ。あ、自分が快適だしね。自分が快適、いやこの人たちって快適の人たちですもんね、はい、まあ、楽しむかですからね。あでもなんか今の姪っ子がちょっと落ち込んでいて、はい、ISFP だって言ってたんですね、はいはい、サラリーマンやっちゃダメだよって今急に思ってきてまあでもそういうサラリーマンもいますよね。まあなんか発表する場がこっち側であるとかね、なんかパカッて割り切れればやっていける、はい、まあ飯食えかとにかく。そのまあ例えば音楽でもサラリーマンはいっぱいいるわけじゃないですか、はい、音楽業界って言ってもいますね、はい、はい、でこはい、なのでなんかもうプロの歌手に作曲する人とかじゃなくてもなんか曲を作る人とかいっぱいいると思うんですよね。いるサラリーマンで、はい、なんかなるカラオケの曲を編曲する人とかもいるわけじゃないですか。いる、はい、はい、確かに、はい、